こんにちは。今日のニュースです。チョルク氏の法相任命に関しては様々な疑惑が浮上し支持率低迷中の文政権ですが、今日9日に法相に強行任命したそうです。反対意見が半数近くあるのに強行任命とは、文大統領の行動を見てると理解できないと考える人が多いのではないでしょうか。そんな文大統領ですが、なんと朝鮮労働党工作員疑惑が噂されてますが、皆さんご存知でしたか。今日はムンジェイン大統領とシュチェストのテーマで進めていきます。かなり濃い内容になってますので最後までご覧いただけたら嬉しいです。ムン大統領とシュチェスソウ。月刊花田10月号篠原丈一郎氏の記事によると、2014年の南北首脳会談14周年、キム・ジョンイル氏、キム・デジュン氏を記念してキム・ジョンウン将軍に対して南の地下秘密党員が製紙文を送ったという。敬愛するキム・ジョンウン将軍様に慎んで捧げます。栄光の朝鮮労働党に限りなく忠実な南の地の革命戦士である我々は、偉大な指導者キム・ジョンウン将軍様に次のように固く免誓いたします。このように始まり、当面する活動課題の遂行を誓っている。その内容は、目標達成のためには命を藁のように燃やす決意とキム・ジョンウンに対する忠誠心によって書かれたもので、北のため南の傀儡政権パククネ政権を蹴散らす、自由民主主義を叩き潰し全朝鮮半島のチュチェッソウ化を目指す、国家保安法を無力化し在韓米軍を南半島から完全に追い払う、南側政府の警察検察など司法部と行政部に浸透し政府の行政機能を麻痺させ、キム・ジョンウン将軍様の指導に従うようにする、南朝鮮の国会に進出し全朝鮮半島のチュチェッソウ化を目指して新北法案を限りなく上呈し通過させる、有事の際はまず軍及び警察の武器庫を襲撃し銃を奪って武力反動勢力を射殺しキム・ジョンウン軍に参戦しますなど恐ろしい内容が記載されていたとのこと。そして最後には40名の個人団体名が添えられている。その中にムンジェイン、パク・ウォンスン、ソウル市長、リ・ソッキをはじめとする現職国会議員などの活動家が名を連ねている。この書面は信憑性が高い。そしてパク・クネ政権弾劾以降も着々とこの政治文に沿って動いて、ジーソミア破棄もマニフェスト通りというわけだ。記事は以上です。一国の大統領がチュチェッソウで動いてたなんて衝撃の内容でしたね。彼の言動を見てるとチュチェッソウの考えを忠実に再現してると言えるでしょう。知らぬ間に共産化される国民がかわいそうですね。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。またねー。